さんこんにちは。仕事や育児に奮闘中の川村奈々子です。趣味はダイエット目的で始めたフィットネスです。この番組ではフィットネスの全国大会5位に輝いた川村さんが実践したエクササイズやヘルシー料理をご紹介、そして気になったお店の取材情報などもお届けしていきます。前回はスポーツクラブ那須わらびでジムやゴルフブースを体験させていただきました。はい、前回に引き続き那須わらびさんにお邪魔しております。前回はゴルフの体験ありがとうございました。ありがとうございます、ここはゴルフエリアと同じ場所にあるスタジオになります。ここのフロアでは、ヨガができたり、あとは格闘技エクササイズ、あとはステップ台を使ったエアロビクスエクササイズと行うことができます。そしてあとここのもう一個上の階5階にはアリーナスタジオというものがあり、同じようにレッスンを行ったりバスケットだったりサッカーのような球技のレッスンも行うことができます。それではレッスン1本体験してみましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたら早速やってみたいと思います。まずは右足前左足のファイトスタンスです。最初の動きは右からフックを4回打ちます。その後右のジャブを4発打つ。この動きを繰り返していきましょう。いきます、せーの、4、3、右のジャブを4回4、3、もう1回繰り返しましょう。4、3、2、ジャブを前に4つ。この動きを次から2回ずつ、もう1回前に4つ移動、下がります。繰り返しましょう。フック、ジャブ、フック、前に移動、いきます、せーの、4、3、2、ジャブを4つ。 OK、 あとは音楽を聴きながら音に合わせて前に OK、 回数を半分、2回ずつ下がって左足を右へステップ、繰り返します。4、3、2、1、ジャブ、ジャブ、クロス、その調子。 OK、 ラストは左でフック、ジャブ、終了。お疲れ様でした。はい、初めての体験でしたが、ジャブとかアッパーとか動きがとてもスカッとする気持ちいい感じだったので楽しくできました。ありがとうございます。ありがとうございました。多分今回ちょっと激しめだったんですが、今来ていただいているクラブの会員さんは皆様結構楽しくやっていただいて、今回できなかったんですが、あとはムエタイの動きだったり、あとキックをする動きなど入ってきて、ぜひ皆さんまたやっていただければなと思うので、またよろしくお願いします。この後引き続きプールなどは支配人の方が説明させていただくので、この後もぜひいろいろ楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここからは私がご案内をさせていただきます。ここがですね、今2階にいますが、こちらがプールになります。こちらですね、泳ぐコースが5コースありまして、一番奥側がウォーキング専用のコースになりまして、会員様はどなたでもいつでも使えるようになっております。この2階に関しましては、キッズスタジオも併設をしておりまして、子どもたちの、スクールレッスンも、実施をしております。はい、3階に移動してきました。こちらは私も利用させていただきました女子ロッカールームです。はい、こちらは、女性ロッカーになりますが、男性ロッカーも女性ロッカーも皆様が快適にお過ごしになれるように、日々管理をいたしております。そうしましたら、この次は、お風呂の方をご案内させていただきます。こちらが浴室になります。浴室は、こちらが寝湯、マッサージ風呂と奥にドライサウナ、冷浴が、併設しております。広くて綺麗でとても気持ちよさそうなバスレアですね。私も入ってみたいと思いました。今日は一日施設を案内していただきありがとうございます。ちょっと待ってください、川村さん。もう一つぜひご体験していただきたい施設がございまして、1階にはなるんですが、ぜひこの後もう一つ体験をお願いいたします。楽しみです。はい、それでは別のスタジオにやってきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。このスタジオへは別の入り口から入ってきましたが、どのような体験ができるのでしょうか。こちらは溶岩ホットスタジオになります。こちらは、高温
高湿度のホット環境となっていて、溶岩石の遠赤外線効果で大量に汗をかくことができて代謝を上げることができます。それでは体験してみましょうか。じゃあまず呼吸から少し確認していきますので、手を膝の上に置いて背筋をスッと伸ばしたら目閉じていきましょう。はい、鼻からゆっくりと息を吸って、鼻から長い時間かけて吐いていきましょう。ゆっくり吸い上げる呼吸で胸が広がり、吐き出す呼吸によりお尻の重さを感じ、筋肉が緩んでいくことを感じます。足の裏と裏合わせて膝楽に広げますね。はい、で両手足先持っていただいて背筋ぐっと伸ばしましょう。膝ももパタパタと上下に動かします。はい、股関節緩めていきますね。吐きながらおへそから前に前屈します。肘でふくらはぎ少し押せそうですか。はい、このまま保持します。合席のポーズです。今度は背中を今度思いっきり丸めて、頭をこのマットにつけていくように前屈していきます。はい、このまま保持します。あ、そうです。とにかく脱力することがポイントです。肩の力を抜いて吐き出す呼吸で頭を重く、顔の力、口の力も抜いてみましょう。上手です。骨盤を前にしっかり向けますね。左の付け根後ろ、右の付け根ぐっと前で、お尻がちょっと締まる感じで、吸って背筋伸ばします。吐きながらこのままゆっくり体倒しましょう。 OK です。その時右の付け根を前に出しながら、そうです、上手です。もし膝痛かったらいつでも右膝は曲げて OK です。はい、じゃあ手を広げてみましょうか。はい、伸ばします。はい、で常に下から回転がかかって自然と胸が開きます。はい、もし余裕があったらこの手を徐々に下げてきます。脇伸びてますかね。伸びます。はい、そう、常にこう上の骨盤を後ろに引いていただいて、脇の強化と今バランス力もね、はい、はい、向上させます。じゃあ上に伸ばしてる手をそのまま後ろに引いてみましょう。三角形のポーズの変形です。目線上の肩に向けてみましょう。大きく吸って長い背骨です。はい、吐きながら胸をもう一つ開きます。最後もう一回吸って、胸高く、そのまま両手を胸の前、ふう。はい、お疲れ様でした。はい、あったかい中なので体内側から温まったかと思います。今日はですね、抜粋して短くやらせていただきました。ただ通常は60分間の、クラスになります。ヨガは初めての体験でしたが、動きがとても分かりやすく楽しくできました。このポカポカした感じもとても心地よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。スポーツクラブ那須わらびがどんなところか、なんとなくお分かりでしょうか。スポーツクラブ那須わらびのホームページでは、今回ご紹介できなかったさらなる、詳しい情報などお得な情報を、掲載中でございます。ぜひ皆様一度チェックをしてみてください。皆様の、ご来館心よりお待ちいたしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。